バトルをするならこの上かな。あ、もうめちゃめちゃバトルって感じですね。ここなんか前回さ、人めっちゃ殺されてたとこでしょ。あれから時間経ったのかな。ん、あんた信号なら、なら俺様がこの闘技場のことを教えてやろうか。お願いします。ここは戦って戦いにて、バトルポイントをもらい、そういった商品をもらうところさ。バトルゲーム、ゲームといっても体を張ってゲームだからな。これには奥のフロントで GP を払ってゲームに登録すればいい。バトルを8000まで連続で行くことができる。もちろん勝ち抜けは勝ち抜くほどもらえるバトルポイントが増えていく。ただし途中で負けた場合、そのバトルで稼いだポイントはゼロになる。勝った時点で次のバトルに進むかどうかはあんたの自由であった。ミリオネアクイズみたいな感じかな。それとバトルにはハンデがつく。こちらの不利な条件だらけだ。ハンデの内容は向こうが決める。こっちは何のハンデを背負うかバトル直前までわからん。はあ、わかりました。ゴールド操作に来たら、ここの園長のリオ様の数々のコレクションを一度は覗いていくことをお勧めしますよ。ってことはここにあのキーストーンがあるんですね。 GP めちゃめちゃ使われるね。知ってる、なんかすごいことがあったらしいわね。シンラヘイと一緒にここのスタッフまで撃たれたって聞いたわ。けど撃たれたシンラヘイは即死だったらしいけど、スタッフは2人とも怪我だけで済んだったらしいよ。どうして。あ、リオショールームって書いてある。行く前に一回倒しましょう。私なんかモンスターがキーストーン持ってる系かと思った。そういう感じじゃないのね。チャレンジ、あ、はい、すいませんでした。 GP を払わなきゃいけないのね。やってやるぜ。バトルでも遊んだので、このディオのショールーム行ってみましょう。ここに絶対キーストーンがあるはずですね。絶対これじゃない。絶対この一番前にあるやつでしょう。見れるのか全部。あ、クラインの壺。あ、見れる全部。クラインの壺。呼びかける氷炭。あ、見れそう。象牙の杯。漢字が試されてる。D 型装備。聖杯。終末の時計。笑う苗木。スレイヤーの壺。知佐の仮面。違う。これ。これで、ね、選択が難しいな。教えて。あ、これ、あ、知佐の仮面が槍を持ってるのか。そういうことか。で、これが、キーストーンでしょ。キーストーンだ。あ、これディオ？ディオさんもこんな感じだったっけ？はっ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 は。久しぶりだな、少年よ。ん？それが気に入ったかね？覚えてるのか？あの突き落とした剣。あ、すごい単刀直入に言った。これを貸してもらえないか？はっ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 は。残念だが貸し出しは禁止だよ。ふーむ。しかし話によっては譲らないこともない。君たちには借りもあるしね。あ、ちゃんと覚えててくれてますね。条件は？はっはっはっは。私を楽しませてくれたまえ。何をすればいい？それはこのゲームで言うとバトルかな。そうこなくては。はっはっはっは。そう難しいことではないよ。ここは格闘場だ、少年。その力を私に見せてくれたまえ、少年。一人でな、期待しているぞ。あ、速攻戦うんですね。さっきね、ズルして3倍速とリミットとか全部あるのでやったから。ちょっと今なってるなってる。ちょっとこれ使うとせこいんですけどね。ちょっと使っちゃいましょう。リミットと HP 全回復の効果があるんですよ。それを使うと、もうなんかゲームがめちゃめちゃ、もうゲーム性がなくなるっていうか、なんかね、楽しめなくなるので。ここ普通の戦い、シナリオ上の戦いではもう使わないようにしていきます。虫系はこれが効くかな。やばい。よし、マテリアもだいぶ成長しました。これどこまでやればいいんだろう。8000あるんですよ、確か。5レベルダウン。5レベルダウン。おー、マシン。マシン系は多分サンダーが効くでしょうね。それかサンダーで回復するかどっちかだと思う。効きました。オッケー。もちろん。MP0。やだー。どこまでやらなきゃいけないんだろう。もう一回いくか。またレベル10レベルダウンはやばい。勝てるか。勝った。まだある。ラストにしようかな。勝てるかな。魔法マテリア壊れる。何もできないじゃん。強そうだし。リミットがそろそろたまるので、それで倒せるかな。
敵。よし倒した、よし勝ちました。3倍速も、3倍速は使ったははははやるの少年よ。よし約束だ、持ってきたまえ。そうだこれもやろう。キーアイテム、キンストーン手に入れた、防弾チョッキを手に入れた、チョコボの羽を手に入れた。ではまた会おう少年。ははははこの人謎だな、すごい気前いいように見えてよくわからんですとりあえずはい、バトルポイントもたまったし、無事マテリアも手に入りました。このね超キューブ新派遣みたいなやつすごい欲しいんですよ。3倍速とさリミット溜まった状態のやつでやったら多分すぐ溜まるんでしょうけど、まあちょっと今は時間的に次に進みたい気持ちの方が強いので、まあ迷惑だけ変えとこう。さあじゃあ無事キーストーンを手に入れたってことは次はあの古代史の神殿に行けばいいんでしょうか。でしょうね。まあここは3万ギル払っていつでも来れるようになったので戻りましょうか。あ、お客さん、何？申し訳ございません。ロープウェイが故障してしまいまして。ということは？申し訳ございません。修理が終わるまでここから出られないのです。どういうこと？どないしたんですか？血糖値が出てきちゃった。しゃあないな、時々あるんですわ。せや、ここのホテルに泊まりましょう。ちょっと顔聞くんで話しつけてきます。止まっちゃったんだよさっき 10ギルポイントぐらい使って 10GP 修理が終わり次第連絡させていただきます。え、じゃあ GP を消費せず止まれると。あ、みんな勢揃いだ。ない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 、ちょっと感動した今。そういや全員揃うのは滅多にありませんな。クラドさんどうやろう、この辺でここまでのまとめやってもらえませんか。これあれかな、プレステでいうディスクが切り替わるとこみたいな感じなのかな。懐かしい、今そういうシステムはもうないですからね。僕は途中参加やからようわからんとこあるんです。確かにね。お、賛成だぜ。確かにね、よくわかってないことも多いし、私もちょっとよくわかんなくなってきてる。それはいい考えだ。俺は最初からいるけどよく分からなくなっちまった。私と同じ人が若干1名いました。クラウド何がどうなってるんだ、まとめてくれ。ありがとう。疲れてるから嫌とかある。はい、やってみましょう。ふう、俺たちはセフィロスを追いかけている。セフィロスは約束の地を目指しているはずだ。約束の地だ。魔法エネルギーに満ち溢れた豊かな土地、これは神羅の考え方だ。実際にはどんなところなのか、どこにあるのかすらわからない。セトラの民は約束の地へ帰る。至上の幸福が約束された運命の土地、うん、セトラの民？なんだそれ。古代史は自分たちのことをそう呼んでいたの。セトラの民が古代史のこと。ねえ、コスモキャニオンで長老たちの話聞かなかったの？一人聞き忘れたんだよね私。古代史も約束の地どこにあるか知ってるわけじゃないってこと。求めて旅をして感じるの、ああここが約束の地だってね。そういう感じなんだ。エアリスもわかるのか。多分ね。セフィロスが世界のあちこちを歩き回ってるのは約束の地を探してるのね。そういうことなの。そうだよね、多分もっと違うものを探してそう。それだけじゃない、きっと他にも探してるものがある。クロマテリアだな、探してましたね。ディオさんから聞きましたで、クロマントの男はクロマテリアを探してるって。そのクロマントもわからないわ。数字の入れ墨があるクロマントの人たち何人いるのかしら。あのさ、オイラの入れ墨は13なんだけど、その入れ墨はどうしたんだ。北条にやられたんだ。他のは戦士の魔除けだけど、数字だけは北条がやったんだよ。そうなんだ。レッド君の目の傷は今までの戦いの証みたいな感じ。最低でも13人。あのね、黒いマントの人たちは北条に何かをされた人たちだと思うのね。セフィロスとの関係、それよくわからないけど、
だからセフィロス本人だけ追いかければいいんじゃないかな。それ賛成だぜ。ややこしくてしょうがないからな。それにね、ごめん、なんでもない。私疲れちゃった、部屋行くね。なんやんねん急に。お、終わり？私も寝るよ。もうおしまいですか？クロマテリアの話はどうなったんです？話したって何もわからないさ。今までの情報じゃクロマテリアのことは全然わかんないですね。行動あるのみだぜ。明日だ明日。クラウド、オイラナンバー13だ。オイラもおかしくなっちゃうのかな。大丈夫だよ。北条が何をしたのかわからないけど、今まで大丈夫だったんでしょ。でも弱気にならないで。うん、でもオイラ、あー、かわいい、ギュッてしたい。しつこいわよレッド君、うじうじしないで。ティファ、なんかイライラしてない？不安なのはあなただけじゃないのよ。なんや知らんけど変なことになってしまいましたな。おい、シド、部屋に戻るぞ。統一感がないメンバーだ。寝てる。なんかあれですね、ちょっとごたごたしてますね、チーム内は。ん？雷今。エアリス、えへへ、ちょっと男の部屋に一人で来ちゃダメだよ。どうしたんだ？デートしない？デートですか？するけど、するけどさ、なんだ、私この物語の設定上さ、ティファは幼馴染でさ、エアリスはこう悲しい過去を抱えてるけど、ポットでみたいな感じじゃん。クラウド、それでいいの？はあ？デートしたことないの？バカにするな。あ、ムキになるの怪しい。まあいいわ、さあ行きましょう。お、おい、拒否権がない。さあ今夜はマジカルナイト、すべてのアトラクションは無料になってるよ。あ、どうです、そこの二人さん、今からこちらイベントスクエアで楽しいショーが始まりますよ。初めてだね、行ってみよう。行こうか。あ、勝手に行っちゃいますね。初めてイベントスクエアが機能してます。おめでとうございます。あなた方が本日100組目のカップルです。カップル、あなた方がこれから始まるショーの主人公です。はあ？難しいことはありません。あなたは好きにしてくださればショーのプロが話をまとめますので。どういうこと？すごい、なんかこうむちゃくちゃだぞ。わあ、面白そう。早く行きましょう、クラウド。大丈夫かしら、話がどんどん進んでいっちゃう。平和なガルディア王国に突如として襲いかかる邪悪な影。ああ、悪竜王バルバドスにさらわれた姫君ルーザの運命はどうなってしまうのでありましょうか。しかしその時、伝説の勇者アルフリードがガルディア王国に現れたのであります。やらされてる。なんかシルバーチャリオッツみたいなの出てきた。おお、あなたこそ伝説の勇者アルフリード。ちょっとあんただよ。アルフリード。そう、あんた。お本。おお、あなたこそ伝説の勇者アルフリード。2回言ったな。なぜかわかります。わかるのです。どうか。どうかルーザ姫をお救いください。首がグワングワンしてる。さあ王様にお話しよう。わあ、なんかなんかここのゲームぽっちゃり系が多い。おお、勇者アルフリード、私の愛しいルーザを救うためにやってきた。悪竜王バルバロスの住処は遥か険しい山の上、哀れルーザは囚われのみ。
しかし今のお前では悪霊には勝てん。お前の力となるものに語りかけよう。くるくるしてどんどん出てくる。どっちに話しかけようかな。空気読まない方がいいのか。で魔法使いの方が多分今出てきたタイミング的にはいいんだろうけど、魔法使いに話しかけとくか。私は大魔法使いボーマン。お前は何を知りたいの。乗ってるんだ、すごい。ルーザ姫の3サイズなんていうことでやりましょう。お勇者よ、あれを見よう。ちょっと出てきちゃった悪霊、かわいい。こら、この悪霊様を無視するな。ガハハハハ、我こそは悪霊をバルバドス。さらった姫に何もしないで待っていたぞ。健全。お助けください、勇者様。エアリスはノリノリだ。こんな感じ。お前の敵は誰だ。さあ行ってみろ。悪竜を、めちゃくちゃにできるのかな。王様ひえ、もうダメだ。あ、これめちゃめちゃにするとダメなのかな。こーら、クラウド、さっきから何やってんのよ。お芝居台無しじゃない。もう怒ったんだから。あっ、ガハハハハ、俺を無視するとはいい度胸だ。何をあんたごちゃごちゃうるさいのよ。あ、ちょっと待って、エアリスすごい怒ってる。ああ、なんと強い姫の力。伝説の勇者ルーザは物語をこうしてめでたく幕を取り散るのであります。やばい、これ真面目にやんないといけなかったのかな。やばい、絶対真面目にやんなきゃいけないやつだ。絶対怒った、チューとかしちゃう感じだったのかな。やばい、ちゃんと次は真面目にやります。はい、すいませんでした。あー、面白かったね。次はゴンドラに乗ろう。このセリフは多分デフォルトに用意されてるセリフなんでしょうね、きっと。クラウドじゃない、エアリスは激怒なはずです。二人お願いします。はい、お二人様ですね。これはね、さっきやってたから大丈夫よ。ちゃんと相づちと窓を見るのとタイミングしっかりやってね。音楽がついてる。わあ、すごい。あ、すごい、これ、あ、これあれか、あのポイントで乗ったさ、シューティングのやつでしょ。楽しそう。すごいね、アリス。でもね、私はエアリスのが好き。ん？何？なんかエアリスすごい上手だなって思う。わあ、あ、チョコボだ。すごいね、走ってったね。かわいいね。キョロキョロできるね。わあ、綺麗。よし、見れた。すごい。いいな、このゴンドラめっちゃ景色良さそうですね。私あのなんかね、FF13 かな、ライトニングの妹のデートシーンみたいなの好きなんですよね。映像がすごい綺麗で。綺麗だね。うん、初めはそっくりだったから気になった。何が？全然別人なんだけどそっくり。歩き方、手の動かし方、あなたの中に彼を見ていた。え、そんな話あったっけ。でも違うの、今は違う。好きになっちゃったの。あー、好きになっちゃったの。ねえクラウド、私あなたを探してる。あなたに会いたい。俺はここにいる。うん、うん、分かってる。でもあなたに会いたい。やばい、なんか私こういうさ
恋愛系の見ないし、なんかエアリ最近気落ちしてるからちょっと泣きそうなんだけど。どうしたのエアリス、楽しかった？うん、今日は楽しかった。また一緒に来ようね。私とじゃ嫌？嫌って言えないよこんなの。そんなことはない。めっちゃ首ブンブンした。よかった。次に来た時はもっとゆっくりといろんなものに乗ろうね。あ、もうこんな時間、そろそろ帰りましょう。何時なんだ今。もう寝るって言ってたから多分。お、何？血糖値見てたんじゃないでしょうね。どっちが本体なのあなた。え、見られてない？あれ、血糖値何してるのかな。え、マセリア持ってる。え、あいつが持ってるのはキーストーンじゃないのか。おい、ケットシー。え、待って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 。どういうこと？